はい、皆さんこんにちは。アクチャンネルのアクです。はい、皆さんまた気づきましたかね。ここら辺に何かしら書いてると思うんですけど、そうです。僕のチャンネル2回目の案件が来ました。イエーイ。やべえぞ。で、どこの企業さんがやってくれたかというと、はい、もうこのラベルでわかりますよね。そうです。ゼロスポーツさんです。もう皆さんからしたらクエスチョンマークですよね。はい、これちゃんとあの理由があるんですよ。で、その理由を説明する前にとりあえず開封やっていきたいと思います。では最後までよろしくお願いいたします。はい、もう僕からしたらもうびっくりですよ。いや、もう本当にありがたいんですけど、いいんですかって話です。いいんですかね。皆さん何と思います？僕の前の案件動画を見ていただいた方は、あ、なんとなくこれかなっていうのが分かりそうな気がするんですけど、今回はチタニウム R です。いやー、もうびっくりです。で、なぜこれを送ってくれたかというと、はい、前回ですね、エステライズ RS に対して僕はこの添加剤を1本入れました。その時にですね、チタニウム R では検証できてなかったんですよ。で、ゼロスポーツさんが気を使ってくれたというか、こちらの検証がまだだったみたいなので送っときますっていう感じで送っていただきました。本当にありがとうございます。好意に甘えたいと思います。ということで、今ですね、エステライザー RS 入ってるんですよ。とりあえず抜いていきたいと思います。いや、もう本当にびっくりですよ。もうめちゃくちゃありがたいんですけど、やっぱ企業さんってすごいですね。よし、とりあえずこれで OK ですね。最初で最後の案件になるかもしれないんでって前回の動画で話してるんですけど、ちょうどですね、それを編集の時にこのお話をいただきました。なので前回の動画はですね、アップするかどうかちょっと考えたんですけど、まあ皆さんもちょっとびっくりしていただけるかなと思ってアップしました。で、色的に若干濃いぐらいですかね。で、粘度はというと、あ、もう全然粘り気というか、なんかぬるぬるっとしてる感じ。まあ、僕は今のところメインで 10W50 を使ってるんですけど、もうほんと 5W55 っていう割にはそれより軽いような感じで一応回ってくれてます。もっさりとは言ったんですけど、やっぱチタニウム R と比べたらですね、どうしてももっさり感はあるのかなっていうような、はい、個人的な意見を言わせていただきます。ただサーキット走行だったら、まあ、チタニウム R も問題はないんでしょうけど、やっぱり保護っていうもので高回電磁の気泡が出にくいっていうことで、エステライザー RS を分回す方だったら本当に入れた方がいいでしょうね。はい、チタニウム R ですよ。チタニウム R、まあ、色的にはエステライザー RS もチタニウム R も一緒ぐらいな感じですかね。いやー、この検証めちゃくちゃしたかったんですよ。添加剤入りのチタニウム R、 あ、ちょっとこぼしちゃった、やばいだろうなーと思って、もうしたくてしたくてたまらなくて、ちょっと買う一歩手前でしたもんね。でもすごくないですか、この勢いで入れて溢れないんですよ。相当入りいいですよ、このオイル。はい、もう入っちゃいました。まあ、もう入っちゃいましたとか言いながら多分スキップはしてるんですけど、所要時間どれぐらいかな、38秒ぐらいか、ちょっとこぼしちゃったんですけどね。 OK ですね。さあ、ってことで走っていこうの前に、この添加剤も何かしらノイズの軽減だったりとか、まあ、音量に関すること、振動に関することが軽減されてるみたいなので、もうせっかくだったらちょっと今の段階で前回のチタニウム R とどんだけ違うかっていうのをやってみたいと思います。ちなみに添加剤は今のところ1本入れてます。まだそのガソリン入ってますからね。はい、最近大活躍なウィンドウクリーナーです。いや、これ意外と役に立つんですよね。参考小型デジタル騒音計です。ちなみに僕の声は77デシベルぐらいですかね。エンジンかけていきましょう。はい、とりあえず放置します。はい、外気温度38度で死にそうなんですけど、1回電動ファン回ってます。で、エンジンルームはというと、はい、チタニウム R のアイドリングのチェック終わったんですけど、やばくないですか。添加剤がやばいよね、多分。なんかデシベル数がありえないぐらい下がってるんですけど、まあ、とりあえず今からチタニウム R で走行していきたいと思います。はい、今飛び出してるんですけど、これですね。いや、これめちゃくちゃいいっすよ。まあ、案件だからお前そんな風に言ってるんだろうって思うかもしれないんですけど、僕前回の動画でもちゃんとレビューはレビューで、嘘つきたくないんでって言って本当のことしか言ってないんですけど、いや、これめちゃくちゃいい。で、例えで言うんだったらどうかな、エステライザー RS 前入れてた 5W55 の化学合成油のオイルは
あのエアコンをつけてるけどつけてない風な感じの走りをするっていう風に僕言ってるんですけど、こっちはですね、わこれどう言ったらいいのかな、タービンの大きさはそのままでメタルフローからボールベアリングタービンにしたかなっていうぐらいのこうダイレクト感って言ったらあれなんですけど、よく回る感じか、そうだな、イグニッションコイルを純正から強化品にしたぐらいかなって感じですかね。いや本当に冗談抜きでこれぐらい違うんですよ。いやびっくりするこれ。でこのガソリン添加剤は、まあ、結局ノイズ軽減だったりとか、さっきデシベル数見ていただいたら分かると思うんですけど、前回よりは全然デシベル数下がってるんですけど、まあ、正直そこは分かんない分かんない。で振動の方はエステライズの方がやっぱり振動面だったら強かったのかな。多分振動面だったりとか、この保護っていうのはちょっと自分は分かんないんですけど、この運転しててこう伝わる振動みたいなのはエステライズの方がやっぱり上なのかなって感じですね。まあ走れば走るほどそういうのが分かるとは思うんですけど、今現状で街乗りで普通にこう法定速度内で走った感じ、振動面だったらやっぱエステライズの代わりに、もう街乗りレベルの走りだったらチタニウム R の方が僕は上だと思っています。でもどうなんですかね、あの街乗りで分回す人なんかほとんどいないでしょ、多分あの法定速度内でですよ、はい、あの高速のあの出だしとか、もうそんなんだったら結構ぶち回す人いると思うんですけど、この法定速度内あの 5,60 キロぐらいをベースに、もうそんなレッドゾーンまでぶち回す人なんか多分ほとんどいないとは思うんですけど、だったら僕はチタニウム R でいいんじゃないかなと思うんですよね。エステライズの方はそうですね、まあ近々サーキット行くとか走行会があるとか、まあ、そういった面である人は、まあ、前もって入れとくっていうのがちょうどいいんじゃないかなっていうようなオイルの印象を受けてます。はい、とりあえず、1本の添加剤と、まあ、親友なんですけど、チタニウム R のレビューはここまでにして、今からですねガソリンスタンドに行って2本目の添加剤を入れて、チタニウム R で試していきたいと思います。ではそれまでスキップ。はい、今スタンドから飛び出してるんですけど、これですね、これ正直に言いますね、正直に言うんですけど、1本目のあの驚き、もううわこんなに違うんだっていうほどないごめんなさい、僕がまだ体感できてないだけかもしれないけど、なんかこうなんだろう、一発目、まあ、チタニウム R でさっき試した時は、あれボールベアリングタービンに変わったっていうぐらいの衝撃があったんですよ。で、あ、これ入れたら、え、ちょっとフル注意になっちゃうんじゃないかっていうような感じのイメージだったんですけど、で、ゼロスポーツさんのその添加剤にも2本連続で入れたら効果高いですよっていうふうに言われてたので、めちゃくちゃ期待してたんですけど、さほど変わらないかも。まあ、これ車によっても違うのかもしれないけど、少なからず僕のインプレッサ GDB 型で、14万1000キロでは、まあ、変わるとしたら、気候がちょっと変わった、気温が変わったっていうぐらいな、うっすらしたような感覚なのかなって感じです。走りに至ってはですね。まあ、冬場の方がやっぱりパワーって上がるじゃないですか。もう今止まってるんですけど。まあ、パワーって上がるもんじゃないですか。やっぱ吸気温度が下がれば、必然的にパワーが上がりやすいっていう感じだと思うんですけど、変わった。たような気がする。もうそれこそこれはプラシーボ効果って言われてもしょうがないかもしれないんですけど、それぐらいかな。なんかこう出だしとかも、チタニウム R と1本目の添加剤でもう本当にスペックの上限いってるよっていう感じのイメージです。なんかこううまくは言えないんですけど、あのタービンとかも変えてないし、カムシャフトも別に変えてないし、なんかこう馬力が上がることを特別してないじゃないですか。なので、まあ上限突破まではいかないよね、当然って感じなんですかね。ただ、走りはそうなんですよ。で、これちょっと帰ってもう一回やってみるんですけど、あの振動がなんか違うって僕は今思ってます。ちょっと緩和されてるような気がする。
で、ノイズ分かんないノイズは分かんない、ごめんなさい、あのセミも鳴いてる、あのチタンマフラーが鳴いてる、もう分かんない、はい、もうあのそこら辺は分かんないんですけど、なんかこう揺れはステアリングから伝わったりとか足元から伝わったりとかいろいろあると思うんですけど、がちょっと軽減されているような気がします。っていうことで今からちょっとまた変えて、音量チェックと振動チェックやっていきたいと思います。これちょっと僕楽しみです。ではそれまでスキップ。はい、今戻ってきたんですけど、2本目がね残念だったですね。まあ、僕のイメージではもうフル中になるんじゃないかっていうような感じなのかなと思ったら、まあさすがにないですねで、ちょっと走りの面では体感が薄かったかなっていうことで、まあ、振動面だったりノイズはちょっとわかんないですけど、振動面だったりは今からちょっとチェックしていこうと思います。はい、ちょっと今電動ファン回ってるんで少々お待ちください。はい、ちなみに今外気温が34度で今電動ファン回ってる最中です。なので電動ファンが止まったら測定していきたいと思います。はい、音は1回目の方がちょっとまあ低いですけど、このメカニカルなノイズといったあれなんですけど、なかなか小さくないですか。チタニウム R だけよりはかなり軽減されてるみたいです。添加剤やべー、すげーぞこれ。ちなみにマフラー音もこんな感じで安定です。めちゃくちゃいい。はい、今日も最後まで動画をご視聴いただいてありがとうございます。もしですねこの動画面白かった、良かったと思っていただいた方、高評価よろしくお願いいたします。いやー、振動やばくないですか。ウィンドウォッシャー最後のもの見ていただいたらよくわかると思うんですけど、全く揺れてないんですよ。まあ端っこの方が若干当然揺れるんですけど、ほぼ揺れてないに等しいんじゃないかなっていうので、あの鈍感な僕でもですね、あそこまで揺れてなかったらさすがにわかるんだなっていうのを今回ゼロスポーツさんのこの検証で気づかさせていただきました。このチタニウム R とガソリン添加剤の組み合わせいいんじゃないかなって思ってたら、やっぱいいっすね、いい。ただ2回目の添加剤投入後はあんま変わんなかったですねまあ走りの方はですね、ちょっと体感僕は、できないに等しいかなって感じだったんですけど、まあ振動の方はですね1回目と2回目でこんだけ違うんだなっていうのは、動画を見ていただけたらお分かりいただけたんじゃないかなと思います。今回ですね、こちらの2つ提供をしていただいて本当にゼロスポーツさんありがとうございます。ただですね、添加剤の、2回目の投入後に、走りのレビューがクソっていうことで、まあ、もっかしたら最後の案件になるかもしれないけど、まあレビューって正直がいいじゃないですかなので僕の車種ではああいう感じの結果だったんですけど、もしかしたらですね別の車両では走りの方に違いが出たりとかノイズの方が良くなったりとか、まあいろいろ多分効果が違ってくるとは思うんですけど、バカみたいに高いような商品でもないので皆さんのお財布の事情にもよるかもしれないんですけど、まあ一回試してみたらいいんじゃないかなと思います。多分僕が言うより体感した方が絶対これは早い商品だと思いますんで、おすすめです。とですね、僕事なんですけど、前回の動画で発表させていただいたんですけど、関東方面で開催されるゼロスポーツさん並びに他のメーカーさんも来られると思うんですけど、イベントですかね、九州から参加させていただきます。日にちの方が8月の24日っていうことで、時間がですね分かんないです。はい、時間が分かんないと、ブースの光景だったりイベントの光景を撮影を何時間やるかとか、そんなのも全然未定です。多分当日まで未定だと思うんですけど、チッコロコン前ブースでコミショーなやつを見かけたら、多分秋チャンネルの秋だなっていうので、生ぬるい目で見ていただくか、声かけていただけたら嬉しいです。またですね、検証以外の動画も、DIY の方どんどんアップしていこうかなと思いますので、そういった動画が気になるっていう方はですね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。では今日はこれまでですね。アキでした。バイバーイ。ゼロスポーツさん本当に2回目ありがとうございます。3回目もお待ちしております。ごめんなさい、多分ないのかな。あ、欲しいな。